結構ね、火通ってるんですよ、これ。どうもー、料理研究会の佐藤です。佐藤です。佐藤勉強しましたということでですね、料理のお兄さん、料理でした。今回はもうね、佳境に入ってきました。締めに行きたいと思います。今回作る締めはですね、大好きな札幌一番ですね。僕の大事な札幌一番を使ってですね、名古屋風の台湾ラーメンを、ちょっと情報量多すぎる、台湾風ラーメン、これを札幌一番で作っていきたいと思います。はい、とりあえずもう作っていきたいと思います。はい、ではですね、材料説明いきたいと思います。まず札幌一番、これ醤油味です。あとですね、豚ひき肉、あとニラ、1パックの半分ですね。豚ひき肉どれぐらいですか？ 70g ぐらい。 80g。 はい、結構ね、たんまり入れます。はい、ニンニクが2かけ、ちょっとスパイシーにいきます。鷹の爪がまあこれぐらい、1本分ぐらいですかね。はい、以上の食材で最高に美味しい名古屋風台湾ラーメンを作っていきます。あー、うまい。まずね、材料ねチッていきますよ、と思います。はい、ニラはね、3、4センチ幅、こんぐらい、こんぐらいです。はい、切っていきます。はい、ニンニクですね。ニンニクもものすごく重要なんです。こうね、目でかいな、こんな感じでね、こんな感じ、こんな感じでやっちゃって、やっちゃいます。ビールのプロモーション動画ではありません。ビールのプロモーション動画ではありません。このまま切るだけで粗みじんになっちゃいます。はい、こんな感じで、多少粗くてもいいです。包丁の出番ね、もう終わりです。パパパパイーンってね、小鍋、にですね、火かけます。ラーブルです、大さじ1ぐらい。飲んだ後のラーメンってめちゃめちゃ美味しくないですか？このビールを飲んでるのはただただビールが好きなんじゃなくて、次に僕が作るラーメンを100倍美味しく楽しむためにやってるんです。そういうこと。まあ、なんかニンニクとニンニク入れちゃいます。はい、豚も入れちゃいます。いい匂いがしてきましたね。いい匂いが、肉たっぷりですね。で、肉が少し炒まって色が変わってきたら、鷹の爪ですね、入れていきますね。はい、これで辛みを入れていきます。札幌一番の、塩分が結構あるので、ここではね、塩入れなくても平気です。で、こっからのクン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 ゴクゴクにしましょう。このチャンネル台本とかないので、テレビ出る時も僕台本全く読みません。全く読まないでテレビ局から叱られるんで。450cc の水です。入れます。で、沸かします。このチャンネルもかなりご登録いただいてるんですけど、なんで登録したみたいなね本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいなんですけども、僕のマインドに共感していただきたいのかなと。このチャンネルのマインドって何かっていうと、楽しく料理しましょうっていうマインドですね。それに皆さん共感していただいたんだなねと。じゃあもう乾杯しましょうね。このチャンネルを見ていただいている方、もう大丈夫です。お酒飲めない方は麦茶でも大丈夫です。麦茶でもお水でもいいんです。はい、楽しんで料理していきましょう。はい、乾杯。あー、料理研究家としていろんな仕事やってるんですけども、 YouTube が一番好きです。こうやって来たら、この札幌一番醤油の麺の麺だけ入れます。はい、はい、いいよいいよ。2分30秒ぐらい茹でた時に弱火になってにしちゃって、このね、付属のスープ、はい、付属のスパイスももうここで入れちゃいます。ニラです。ニラも入れちゃいます。ニラっていうのはあんまりね、火通さないでいいんですよ。混ぜるときにニラを入れていただければ、食べるときにはね、少しシャキッとした感覚が残るニラになります。ニラを入れてから30秒茹でていきます。はい、でもうね、もうね、結構ね、火通ってるんですよ。まずね、麺から入れていきます。はい、麺入れ終わったら、こっからスープと具材をかけていきます。麺から入れることによって、ね、具材がね、上に来るんですね。盛り付けの一つのポイントになってます。札幌一番で作る台湾ラーメン、完成でございます。はい、ではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。うまい。いただこうと思います。いただきます。
ポロ一番さんとプロモーションで作ったレシピなんですけど、これほんとこれ好きなんですよね。札幌一番醤油って皆さん知ってます？知らない人結構多いと思うんですよ。味噌とあの塩に比べると目立たないですけど、うまいんですよこれ。うん、札幌一番の醤油味はアレンジすることで一番ポテンシャルを発揮するんですよ。なぜかというとシンプルだから、料理研究家としては非常に作りやすいんですよ、これね。タンパク質もお野菜も取れるので、僕が一番札幌一番醤油味を乗りこなせる、それぐらい愛情があるんですよ。もうね、たまらん。海斗感が終焉へと向かってるので、ね、僕がね、酔い方的にね、うん、うん、全部食べて絶対汁残るんですよ、スープ。ちょっとご飯入れて食べるんですよ。まあ、それがまたうまいとこね。あー、今日は札幌一番と札幌一番、一番つながりね、一番絞り、札幌一番絞りみたいな。まあ、なんかよくわかんなくなってきたけど、今日もごちそうさまでした。はい、で、はい、ということでね、今回のお料理どうだったかな。僕はとっても美味しかったよ。今日の料理作ってみたいなと思ったみんな、やってみたいなと思ったみんな、チャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。